こんにちは、塩さんでございます。今回はもちもち食感と熱々にハマるパスタということで、フードコートパスタの常識が変わるパスタ屋さんの魅力を紹介させていただきます。場所は埼玉新都心のコクーンシティ、その3階にあるフードコートコクーンキッチンの中にありました。初めて食べた時の衝撃は今でも忘れない。それくらいにフードコートと思えないぐらいレベルの高い生パスタの美味しいお店があったのです。ピザも美味しくて、訪れるたびにこのお店のパスタかピザを食べたくなる、それくらいおすすめのパスタピザ専門店であると感じております。そのお店がこちら、この土鍋パスタさん。この日は行列ができている人気ぶりで、この土鍋パスタさん本当に独自のやり方ということでやっていました。生パスタ専門店と書かれたこの土鍋パスタさん、焼きたてピザテイクアウトも可能で、そしてパスタもこだわりのものがたくさん用意されております。こちらがパスタのソース、大きく分けて5種類ありました。看板商品はこちらのカルボナーラ。このカルボナーラは24万食突破ということで、ほんと人気ぶりが伺えます。そしてこちらにもメニュー、まだまだ種類がありました。そしてピザも種類が4種類あります。このピザについては大きさがこちらの方に分かりやすくサンプルとともにありました。結構大きいんです。そしてこちらがフレンチフライ、これもボリュームがあります。さらにチキンナゲット、どちらも山盛りサイズもありました。そして選べるキッズセットということで、お子様連れでも喜ばれる。さらに自家製フォッカッチャもおすすめなんです。こちらも美味しいです。そしてこだわり、このこだわりもしっかりと書かれており、そのこだわりがお店の前で見える、それがまたお客様の信頼につながっています。この巨大なチーズ、このチーズもお客様の見えるところで削って、そしてお客様が見えるところで最後の仕上げでかける、そのことをしているので、本当にこの信頼というものが目の前で見えてくる、それくらいにこだわりをこのチーズを見ているだけでも感じるんですね。それくらいに食べてみたい、そう思う見せ方、これが上手だなということも感じました。そして麺もお客様が見えるところで茹でております。そしてこの茹で上がった麺、その茹で上がった麺をお客様から見ると、ほんと美味しそうに仕上げてるなという感じで、こんな感じで一つ一つ丁寧に仕上げているんですね。その一つ一つの作業の丁寧さ、そして素早さ、そのこともお客様にとってのやはり信頼というところにつながっている。そしてこれが見ているだけで美味しさそのものにもつながっているということを感じるような取り組みというものがされていました。本当見ていると美味しさが伝わってくるんです。そんなお店のこだわりに見とれながら、待つこと約20分ほど、そして並んでから注文したものが、今回はこちら、明太子のクリームソースの大盛りでした。この明太子のクリームソース、一度いただいてめちゃくちゃ美味しかったんですね。そしてもう一度いただきました。こちらです。もう見ていただくと分かるように、これグツグツ感がほんとすごいんですね。このグツグツのしずる感、これがやはりフードコートのパスタとしてもすごいなということを感じます。これを見ているだけでうまさが伝わってきます。そして盛り付けが美しいですよね。このフードコートのレベルを超えたと感じるこの生パスタ、もう見ているだけで美味しさが伝わります。麺は平打ちに近い、そんな仕上がりになっておりました。この麺がまたうまいんですね。さらに海苔のこだわりもすごいと感じました。海苔は後入れで、このように袋に入れて提供されるんです。フードコートでも出来たての美味しさを
見た目から届けたい、そのことが伝わるような、そんなこだわりをこの海苔からも感じました。そして早速こちらのパスタいただいていきたいと思います。このパスタ早速いただいていくと、まず感じるのがこのパスタの麺のもちもち感なんです。このもちもちした食感、これがめちゃうまいんですね。もちもちしながらコシもある、なのでほんと食べていて本当にうまいとそれだけでも感じます。そしてこのソースがめちゃくちゃうまいんです。まずは混ぜないで少し食べるのがおすすめです。混ぜないで食べてもこのチーズも混ざったソース、これが本当うまいんですね。そしてそこからこの明太子を混ぜていきます。明太子混ぜ混ぜ、これ混ぜ混ぜしているとまたさらにこれ美味しさの楽しみが増えてきます。結構混ざるまでは時間がかかりましたが、このような感じでどん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 混ぜていきます。混ぜていくと先ほどまでの真っ白だったソースに少しずつ赤みがかかってくる。そしてこの明太子が混ざることでこのソースの旨味さらにパワーアップするんですね。明太子のこのちょっとしたつぶつぶ食感、これもまたうまいということで、ほんとこのパスタについてはフードコートと思えないレベル、そんなうまさが伝わってきます。早速この混ぜ混ぜしたパスタいただきます。もちもち食感、これ長持ちしてるんですね。なので混ぜ混ぜしても本当にこのもちもち食感でうまいんです。なのでどん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 食べていきます。もうほんと食べ始めると止まらない、それくらいに美味しくて、ほんとどん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 食べていきます。今回大盛りでいただきましたが、これ大盛りにするとサイズ、これ見た目以上にボリュームがあるんですね。なので美味しいパスタをお腹いっぱい食べたい、そんな人には本当にありがたいくらいボリュームについても納得感が持てます。しかもこのパスタ、見た目のボリューム、それに加えてさらなる楽しみもあるんですね。どんどん麺がなくなってきました。その麺がなくなった後のこの楽しみというものがまたたまりません。これもお腹いっぱい美味しいパスタを食べたい、そんな人にもおすすめのものであると感じました。このようにソースだけになった時、そこに現れたのがこちら、自家製フォッカッチャ。この自家製フォッカッチャがまたうまいんですね。焼きたての熱々、この自家製フォッカッチャのこちらのもっちりしたパンの食感、バケットに近いぐらいのちょっとこう固めな食感でもあります。その食感のあるフォッカッチャ、こちらをこのソースにつけて食べるとめちゃくちゃうまいんですね。このフォッカッチャにこのソースめちゃくちゃ合うということで、どん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 いただいていきます。このフォッカッチャ1個分でちょうどぐらいのこのソースの余りということで、もう最後の最後までこのソースをつけていただきます。もうこんな感じです。そして最後の最後までソースを堪能すると、この器めちゃくちゃ綺麗になるんですね。これがまた食べ終わった感ということで、めちゃくちゃ満足感をいただけるんです。そんな満足いただくパスタに続いてチキンナゲット、このチキンナゲットもまたおすすめです。こちら揚げ方がめちゃくちゃうまくて、何もつけなくてもうまい、そんな味わいもしっかりとついている美味しさがありました。さらにこちらのインスタグラムのフォロー特典、これがまた素晴らしいと感じました。こちらのバスクチーズケーキ、こちらが登録するだけでいただけるんですね。これはありがたいですよね。チーズの味わいが濃厚でうまい、しかもボリュームもしっかりあるチーズケーキで、ほんとパスタの後にありがたいデザートであるということを感じました。そんな感じで土鍋パスタさんでいただいて感じたこと、
それはフードコートのパスタの常識が変わる、それくらいに僕の中ではほんとおすすめのパスタ屋さんであるということを感じました。そしてフードコートでのやはりこのパスタ屋さんのレベル、それが本当に高まっている、そのことも感じます。それくらいに初めて食べた時の衝撃、これは今でも忘れれません。それくらいにこのパスタのうまさというものにびっくりしました。一度食べるとハマるうまさ、そのハマるうまさというところが今度一度食べると誰かに伝えたくなる、それくらいにこのこだわりと美味しさを実感する、そんな魅力的なパスタのお店であるということを感じました。パスタ好き、ピザ好きにはおすすめのお店の一つである、そのことを心から感じた土鍋パスタさん、本当に美味しいひとときをいただきました。土鍋パスタさん、本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。お店の詳細については説明欄をご覧ください。またコメントなどもどんどん書いてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。